皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、ポケットモンスターウルトラ30強プレイパート20やっていきます。あ、ウルトラ3なのに夜っていうね。まあ本体の時間ちょっと、12時間ぐらい逆転させているので、まあ夜なんですけども、まあ日中にね、撮影をしております。さあ、訓戒研究所、呼ばれているので行ってみましょう。じゃあ3階へ。やあハニー、こんな場所でもお帰りなのかな。彼女はバーネット博士、空間研究所の所長、そして僕の奥さんだぜ。あなたが鍋ね。さっきリーレーから聞いたわ。頼れるトレーナーさんだって。3ヶ月前、浜辺で倒れているリーリーを見つけたのよね。バッグの中にいたコスモックもぐったりしていたし。ん？ハウはいないの？ハウはマイペースだからね。アラサーみたいな大物、島キングになってなれるよ。そうかな？おう。ああ、本当だと思う。いらっしゃい、ハウ。久しぶりね。あのさ、鍋にアローラの不思議な現象を教えてあげてほしいんだ。もちろん。アローラの謎。それはウルトラホール。アローラではごくごく稀に空に穴が開くとされています。そしてその先には未知の空間があるらしいの。なぜ未知の空間があると推測されているのか。それはウルトラホールから怖いポケモンがやってきたとの伝承が残されているから。根拠としては貧弱だけど無視できないのよね。これまでのポケモン図鑑にも別世界に関する説明はいくつか散見できるし。怖いポケモン？野生のポケモンは人を襲うこともあるでしょ？ウルトラホールからやってくるポケモンは特にすごかったそうよ。ウルトラビーストと呼ばれ、恐れられ。島の守り神と激しく争ったりもしたみたいね。さっきも言った通り、伝承があるだけで、どこまで本当か不明だけど、空間の歪みを調べてウルトラホールの謎を解ければ、対抗なんだけどね。ポケモンと空間の関係なら研究所の本棚にいくつか事例をまとめているわよ。お。ではでは。3ヶ月前のことです。星雲ちゃん、コスモックについて教わろうと、バーネット博士をお尋ねしようとして、でも道に迷い浜辺で倒れてしまったのです。夜中にもかかわらず私の話を真剣に聞いてくださっただけではなく、あ、ヌシールだ。旦那様のククイ博士に連絡なさって、星雲ちゃんの調査とロフトを貸すように手配してくださったのです。バーネット博士は本当のお母様のようです。ヌシールちょうだい。え？ダメ、興味深い話だったろ。ウルトラビーストがいたとしたら、どんな技を使うか気になるね。さて、アーカラでの3つの試練を全て終えたんだろ。すごいぜ。次はいよいよ、島クイーンライチさんとのポケモン勝負。アーカラ最大にして最後の大試練だね。いってらっしゃい。ライチさんの家はディグダトンネルを抜けた先のコニコシティにあるからね。あ、はい。私はバーネット博士とお話ししてます。行ける場所が増えていくのって、パートナーとポケモンと一緒に成長したって感じでいいよね。おっしゃ。じゃあ次はディグダトンネル。なんか光ってる。
ソコン。安売りポン。お？空に裂け目が。鍋。キャプテン3人の試練をこなしたんでしょ？だったら、ティグダトンネルを抜けてライチさんに会うんだよね。ティグダトンネルはね、ここからだとポケセンの近く。見逃しやすいから看板要チェックだよ。ポケモンポケモン。いつも元気だな。さてでは。ティグダトンネル。あら？エーテル財団？お、ライスさんだよね。ん？鍋じゃないか。こっちはなかなかだね。トンネルの中じゃポケモンのディグダがてんこ盛り暴れててさ。波のトレーナーじゃ通れないよ。ね、島巡りはどうなのさ。ちょいとジェットクリスタル見せてごらん。お、鍋すごい。魔王の試練もこなしたんだね。こっちもそろそろだね。ディグダも落ち着いてきたし。鍋の実力ならトンネルだって抜けられるさ。ディグダトンネルを抜けるとコニコシティ。私の店があるからそこで待ち合わせしようか。オッケー。一応ね、あれこれ探しながら。お？ズバッと。待って、確か、こっち、逆時計回りに行っちゃうと、先進んじゃうから。勝負もそうだし、トンネルを掘るのもそうだし、ポケモンってすごいの！おっしゃ。作業員の正和。カテトプス？まあ、岩タイプだから関係ねえな。ちょっと残った。おいおい。わしのポケモンもそうだが、お主のポケモンもすごいの。おっさんしゃべりするほどの歳かな。おっさんしゃべりつうかさ、老人っぽいしゃべり方。ダークボール。これなんかあるじゃない。これで破壊して、お、ヨーギラス。これはこんなの仲間にしちゃったら、いよいよルガルガなんか使ってる場合じゃねえぞ。なんかとか言っちゃったけどさ、どうしようかな。弱らせるとなるとパーティー困るな。
待てよ。ここはいっそのこと、こいつを試すか。おいった。よーし、クイックボール。いいね。とりあえずまあボックスの方へ。お、ホールドの石だ。なんかシュートさせてきたな。お、ふう、ライツさんの指揮のおかげでようやく一段落ね。アローラ、私たちはエーテル財団、ポケモンの保護をしています。こんなにリグダが暴れたのはスカルダの仕業らしいの。あ、スカルダンというのはポケモンやトレーナーに迷惑をかけては喜ぶ、ろくでもないとんでもない奴らね。リグダが長年かけて掘ったトンネルを使っているんだよ。だからポケモンと揉めずに凍らせてもらわないとね。まだリグダもいるけれど、気をつけてね、通り抜けてね。まあ、お前らもだいぶうさんくせえけどな。おっと、重い傷薬。なんかいた。多分リグだ。あ、どう掘る。何急に。何急に。リグだ。地面鋼。ね、わあ、あっちの方が早い。目覚めるパワー。へい。ブバン。女のパンチ。いいね。穴があったら入りたい。穴を掘って隠れたい。気にしてくれ。さてさて、力任せでは作業はうまくいかねえ。まあね、熟練の技ってやつも大事なんでしょ。アーケン岩飛行だっけか。バブル光線。オッケー。おめえさんのパワー想像以上だな。この辺、あった。火の玉。よし。
まあ、こんなところでしょう。お？待てた。あー、参ったぜ。どんちゃん騒ぎしてたらよ、ディグランに囲まれ袋叩きよ。わかる？袋叩き。袋で叩くことじゃないぜ。だからよ、俺らも袋叩きしたいわけ。そんな気分の俺らの前に現れるお前が悪いわけ。鍋！誰かと遊んでるかと思えば、なんだ、ヒカルなのか。なんだとはご挨拶じゃん。こいつらまとめて閉めちゃおうよ。さて？スカルのショットパッと、スカルのショットパッと、両方下っ端。ヤトウモリとバーボ。では、ヤトウモリにバブル光線。いいね。よいしょ。俺ら墓場に向かっちゃうよ。骨むき出しになっちゃうよ。あたいらを霧のように包み込む。やるせなさ。振り払わねえけど。ちょいちょいこうしたら何を言いたいのかよくわかんない。閉めるなよ。袋叩きするなよ。俺ら世界征服とか目指してないのに必死になるなよ。バイバーイ。明るいな。鍋と一緒に戦ってるとさ、ポケモン安心してるから、やっぱすごいトレーナーだね。うん、いいものあげるね。お、またいいものを。本当にいいものを。よっしゃ。というわけで、9番道路。おう、島巡りのトレーナーか。私はハンサム。訳あって世界各地を巡っているものだよ。アローラのどかでいい、バカンスにうってつけだ。先ほども、コニコシティにあるライスさんのお店で、珍しい衣装手に入れたよ。新たな世界を作ろうとしたり、ポケモンを解放しようなどと、とんでもない輩もいないからね。とはいえ、ポケモンマフィアの目撃談は気になるかな。おっと、引き止めて悪かったね。お詫びに雷の石をあげよう。うっかり3つ買ったからなんで3つも買った。ふふ。まあ、俺は有効活用させていただきますよ。では、島行きの取れないよう、素晴らしい冒険を。はい、どうも。目、どうしました？おっと。メタモンじゃん。捕まえれるかな。結構レベル高いし。ビッグボール。おっと。まあ、レベル高いし多少殴っても大丈夫でしょう。結構勝て。あ、そうか、コピーしてんだもんな。
構厄介だな。こんなもんでいいか？じゃあハイパーボールいっちゃえ。おっと、惜しい。ポケモンをピカチュウに変えて、うん、痛い。電磁波。さあ、これで。よし、来た。いいね。相棒がメタモと入れ替わっただと？まさかこれはメタモー5の仕業か。メタモー5は人間が好きすぎて人間と入れ替わってしまう。お騒がせな5人、5匹組なんだ。本人たちに悪気はないんだが、人間環境を書き回すから、お尋ねポケモンとして登録されているんだよ。しかし一体相棒はどこへ？まさかメテモンに。すみません。風邪で寝込んでてしばらくお休みしてました。連絡しろや。うん。相棒がメタモンだと見破ったお礼を受け取ってくれ。おー、最近コニコシティでメタモンと入れ替わっていると思われる人たちが目撃されていてね。調査しているんだよ。相棒の正体見破った君が協力してくれると、スコールドゥネがどうかな。いいでしょう。本当かい？もちろんお礼をさせてもらうよ。最近コニコシティにやりとりが適当すぎる店員さんがいるらしいぞ。メタモンと関係があるかもな。メタモンと出会ったら倒すか捕獲して報告してね。へぇ。まあ、メタモンって言ったら個体樹厳選によく使われるからね。おと。事件がなくて退屈でね、ちょいと勝負してくれないか？いきなりだな。おいっす。パーデリア。まあ、タイプ一丁立て。OK。しかし、メタモンにだいぶ消耗させられたな。なかった。レッドボール。ポケモンともトレーナーともフェアな勝負を繰り返す。釣り人とは何者か。釣り人の巻きを。さあ、勝負です。チョンチ。ハイパーシャムくねえな。こっちの国もあんま効かないし。どうしよう。
お出かけして行こう。まあでも電気屋で食らうとちょっと怖いけど。乱れ好き。おっと。頑張れ。当たんなかった？頑張って。よし、来た。一発目が入りさえすれば。もしレベルアップ、往復ビンタ。往復ビンタいらねえな。目のクラゲ、じゃピカチュウ。エレキボール。いいね。よっ、ブーマンレベルアップ。釣って喜び、逃して悲しみ。まあそれぞれ釣りってか。さあでは、コニコシティに到着。よっしゃよっしゃ、とりあえずポケモンセンターで回復しよう。さて、しばらくこの衣装でいたからね、いい加減なんか新しい衣装が恋しくなってきた。タンクトップか。なんかしっくりくるのないな。スニーカーくらい。買えるのかな。ここか。まあ後で人に応じて買おうかな。うん、いいや。とりあえず今回はここまでにしておきたいと思います。まあ次回はまあコニコシティのまあライチさんのね、お店に行きたいと思います。まあ、ライチさんの試練ももうすぐ、ということですね。まあ、気楽にね、攻略していきましょう。
はい、ではポケットモンスターウルトラ3実況プレイパート20最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまた見てるなー。